レールバスとはバスなどの自動車の装備を流用した、もしくはそれをベースに作られた小型の機動車である。軽量で製造、運用コストが低いことから乗客の少ない換算路線への投入が古くから行われている。アメリカ合衆国の例としては1931年製造のギャロッピンググースが挙げられる。ヨーロッパにおいては特に1950年代より西ドイツ、 フランス、イギリス、チェコスロバキアなどで量産され、輸送量の少ない線区で使用された。競技には1950年代にドイツのレールバスを参考に開発された国鉄規派1万点10200系機動車と富士中工業が1960年前後と1980年代に製作した車体をバス工法で組み立てた小中型機動車を指している。競技には 自動車用の部品を積極的に使用したバス程度の大きさの機動車を意味するが、一般的な機動車との区別は曖昧な部分もあり、例えば、天城鉄道では開業時から15メートル級の機動車を使用しており、2017年現在では18メートル級の機動車を使用しているが、開業以来一貫して、レールバスの故障を一般に使用している。当時のバスそっくりな、 日本車両製造制単々式機動車の例、三重鉄道市派31海外と同様日本においても例名機の機動車は自動車を参考に制作された。日本で最初の内燃動車といえる矢沼商店が販売を目的に制作した車両も自動車を改造して鉄道用の車輪を付けたものだった。しかし、この車両は当時需要のあった軽便鉄道に導入するのは 構造上、難しく、結局実際に、地方の鉄軌道で運行された内燃動車は、自動車のエンジンを利用しつつも鉄道用に、大枠と車体を申請した車両が大半である。車体に、当時のバス工法を取り入れた車両も日本自動車が、多摩子鉄道に納入した車両に採用されたと、推測される程度にとどまっていて、 日本車両製造が京弁鉄道に納入した一見当時のバスにそっくり長い感を持つことから乗り合い自動車型と呼ばれるタンタン式ガソリンカーも大枠車体とも鉄道車両工法で製作されているこのためどこまでがレールバスなのか定義するのは難しく定説はないただレールバス物語の発表以降変運転外式で逆転機を持たず折り返しには 方向転換が必要な単単式、ガソリンカーを、レールバスとして扱うことは、大型で一致した見方である。国鉄レールバスキハ1万点1 0 2 0 0系小樽市総合博物館に展示されている、キハ031。シーネンオムニバスと呼ばれた、西ドイツ国鉄 VT95 欧州では、道路事情が、比較的良かったこともあり。 大廃棄量のエンジンを搭載するなどバスの大型化が進んだ。こうした車両を鉄道関係者が見逃すわけはなく、換算路線でのレールバスの導入が進んだ。日本では1953年に国鉄総裁の長崎総之助が西ドイツでレールバスを視察したことを契機に国鉄にも導入計画が持ち上がり、1954年試作車が製造された。 以降量産者、設計変更系、北海道型が数字にわたり増備された。日本において、レールバスという用語が一般化したのはこの形式が、レールバスという名称で紹介されてからである。1950年代の日本はまだモータリゼーションが進んでおらず、主要国道でアスファルト舗装がようやく進むといった劣悪な道路状況下であり、 鉄道輸送の占める比重は大きかった。関算線区といえどもラッシュ時などは相当な混雑であり総括制御ができず、連結量数も制限される国鉄型レールバスでは対応できないこともあった。また当初想定していた機動的な運用を行った線区では利用客の増加など成果を上げたが、増加した乗客には収容力の少ないレールバスではやはり対応が難しかった。 混雑時には座席を撤去して運用されていたという報告すらある。さらに乗り心地が悪いことや便所のない点でも一般的な機動車に比べて劣っていた。国鉄のレールバスはそれでも対応年数を迎えた1960年代まで使用された。富士重工業製レールバス、富士重工業製レールバスの例国鉄がレールバスを採用した流れを受け、 バスボディメーカーでもあった富士重工業が地方私鉄向きにレールバスの製造を開始、羽幌太向鉄道と南部縦貫鉄道に納入している。富士重工業製のレールバスは車体自体がバス工法で組み立てられているのが特徴である。羽幌太行鉄道のものはやはり収容力の問題から数年でより大型の車両に役目を譲っているが、 旅客数の少ない南部縦貫鉄道のレールバスは、バスの対応年数を大幅に上回って、鉄道の運行休止まで30年以上主力として使用され続けた。さらに同社は、路線休止、廃止後も、動態保存されており、製造から50年を経過してもなお実際に乗車できる状態で維持されていることが特筆される。その他1955年頃に、 日本車両製造も国鉄がレールバスを採用した流れを受け、地方施設向けのレールバスの製造を企画したが、実際の受注には至らなかった。北海道に存在した特殊な軌道である簡易軌道で使用された軌道車、自走客車や根室拓殖鉄道のカモメ、銀流はバス程度の大きさの小型車で、エンジンの他に座席や窓枠などにもバス用の部品を使用していることから、 レールバスの一種となる。なお、戦前には、窓か太郎バスを改造した、岩木丹、こう、1955年に、大阪市交通局から放出された中古バスをそのまま、改造した山賀温泉鉄道、やはり中古バスを改造した鶴井村営軌道で、文字通りのレールバスを投入している。アンヒビアンバスとは国鉄が1962年に、製造した、鉄道線上も、 運行可能な道路鉄道直通バスである。正式名称は043型特殊自動車。三菱不創生、R480 リアエンジンバス用車足を改造したものに DB 31 A、DB31A-62 ディーゼルエンジンを搭載し、さらに中央デイリ台式の富士重工業製、モノコックボディを仮装したバスを基本とする。このため道路上では、 外観上ほぼ完全に一般のバスと同様で、鉄道線走行時に、車体前後の下部にそれぞれ鉄道専用の二軸、ボギー式台車を装着する構造である。鉄道専用台車は、溶接組み立て構造の軸バネ式台車で、枕バネ部に線路と平行な配置で重ね板バネを置き、これを釣りリンクで台車枠から釣り下げて支持する、やや古風な設計となっている。この台車は、 軸百ミ 200mm で内側寄りに減速機を走過しており、車体後端に置かれたエンジンからの動力は、プロペラシャフトで一旦車体中央に導かれ、ここに置かれた補助変速機と称する鉄道、道路いずれかの駆動系への動力伝達経路を選択する機構を経由して、ユニバーサルジョイントとスプライン軸付きプロペラシャフトで進行方向前側の台車の第二軸。 つまり内寄りの車軸を駆動する設計である。このように極めて複雑な駆動系であり、また片押し式の空気ブレーキを搭載してそのための補助空気ためを台車枠に吊り下げるなど、ブレーキ系統も複雑な機構を備えていた。この台車に車体を搭載するため、通常のバスとは異なる荷重負担が発生し、シャーシには大掛かりな補強工事を実施する必要性が生じた。 また、バスの車体幅は、通常の国鉄旅客車両と比較して狭く、そのままではホームでの乗降には、問題があったことから、客用扉には、空気圧によって、展開、格納される折りたたみ式ステップが搭載されていた。このアンヒビアンバスの場合、台車の着脱には台車そのものの着脱に加え、駆動用、プロペラシャフトのスプライン軸のはめ込み抜き取りや、 ブレーキ間の連結、開放など複雑な手順を要した。そのため実用に供するには問題が多く、実際に鉄道線上で営業運転されることはなかった。なお、試験終了後は通常のバスとして使用されたという。たるみ鉄道ハイも180から 200KLE、DC の初期タイプである、しがらき高原鉄道。 s r k r 二百計 k 九百七十年代から日本においてもモータリゼーションが進展、地方施鉄の乗客減少に拍車がかかり、経営難が深刻化する会社も出た。九百八十二年に利用客の少ない施鉄向けに、富士重工業がバスの構造を大幅に取り入れた LE カーを開発し、国鉄の特定地方交通線が第三セクター化したことにより多くの鉄道で、 採用された。LE カーの特徴は総括制御運転が可能なことで、これまでのレールバスの弱点であった混雑時の連結運転が容易になった。当初開発された12メートル級の小型車に続いて15メートル級の中型車も追加されている。バスに準じた車体のため一般の鉄道車両に比べ、耐久性が劣ることは否めず、すでに廃車となった LE カーも多い。 新潟鉄工所もローカル線向けの機動車 NDC シリーズを開発、LE カーと同様第三セクター鉄道を中心に導入された。NDC シリーズはエンジンに船舶用を改良したものを搭載、車体も鉄道車両工法、内装品にバス用品が併用されている程度なので、同様な構造の国鉄機ハ32系機動車と、 共にレールバスに分類するかどうか意見が分かれている。1990年代以降、富士重工業も、車体を鉄道車両工法とした新型の LE、DC タイプが主流となり、LE カーの製造を終了した。多少値段が高くても、バス構造より、鉄道車両構造の車体を選ぶ、鉄道事業者も少なくないことが、理由の一つとして挙げられている。大見鉄道では、 電格感ながらコスト削減のために LE カーを導入したものの、車体の小さな LE カーでは、ラッシュ時に1両では乗客をさばききれず2両での運用が状態化し、結局10年で使用停止となって17メートル級の電車1両に戻された。このように必ずしもコスト削減に寄与するとは限らなかったのである。デュアルモードビークル2004年に北海道旅客鉄道が 日産、シビリアンを種ネにしたデュアルモードビークルを試作2007年には専門本線で限定的な運用を行っている2008年にはトヨタ製の新車を落成させ早ければ2015年に営業運転に投入する予定だったが2013年に DMV とは無関係に JR 北海道管内で事故が多発した影響により DMV の導入は断念された。その後、2017年には、徳島県天郡海洋町の海府駅と高知県、秋群東洋町の関野浦駅とを結ぶ朝、あずま線を運営する、朝海岸鉄道が、2020年を目途に、DMV 導入を決定したと報じられているほか、上述のように一旦は、導入を断念した JR 北海道も、2015年冬に、 起きた高波被害により、向川駅様に駅間が運休中の日高本線の代替交通案の一つとして、DMV 導入を沿線自治体から求められていることを自社公式プレスリリースにて明らかにしていた。森信勝、静岡県鉄道工房市224ページや、岡本則幸、全国軽便鉄道失われた、ナローゲージ物語3百千1三0 3ページには支援。 鉄道車両とあるが、湯口通る、来年同社発達し、上巻150ページによれば、三重鉄道市派31の写真とある。また、日車式ガスリン機動車、昭和6年掲載の日車式ガスリン機動車供給一覧表において、日本車両製造から西円鉄道への供給実績は掲載されておらず、さらに、当該車両の全部台車の軸受けが、 日車製機動自動車では、例外的な平ら軸受けであること、形式番号として、市波31が読み取れること、車門の形状が、重機道のそれに告示することなどから、これは、重液道市波31のメーカー写真である、可能性が高い。官報1919年11月22日、ヤヌマ商店の広告この車両は、車体だけではなく大枠。 軸受けなどにも自動車式の広報を取り入れているのが特徴である。湯口通る鉄道ファン号213から223号に連載。戦後制、レールバスと単単式機動車をバスに対抗するために作られたバスの部品や技術を使った小型機動車という点から同一視して扱っている。称号は043-2001。排気量 8550cc。 連続計画出力165馬力 2300rpm。鉄道、道路、中立の3ポジションが用意されていた。2台の台車は、車体側の方向転換を考慮して、共通設計となっており、共に駆動系を増加する。このため、常時片方の台車の駆動系が空回り、し続けるという効率の悪い設計であった。朝海岸鉄道、線路、 道路療養車両を20年までに導入日本経済新聞2017年2月4日当社単独では維持困難な線区の経営情報等の説明状況について JR 北海道公式プレスリリース2017年10月12日ありがとうございます